あ、また前髪が納得いかない。この前髪はちょっと、よっよっ、ピンクのトトロさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。レッスンお疲れ様でございます。ありがとうございます。やばい、今日めっちゃ疲れたんだけど、どうしよう。やばい、ありがとう、お疲れ様。長かった。今日もかわちかわち、ありがとう。かわち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 、なんかかわちかわちって聞いたことあるぞ。中村さんかわいい、ありがとう。 T シャツ屋さんもそう、そう、なんか T シャツいつもレッスンにめっちゃ迷う、いつもっていうか最近迷って、踊ってたら暑くなるから半袖でなんかちょうどいいぐらいなんだけど、行くまでが寒いよね、すごい寒かった。帰りはね寒くなかった、行きが寒かった、すごい。そう、くるくる前髪伸びたのかな、伸びたわ。最近切ったはずなのにもう伸びちゃったよ、早いよ。小市さん、コウモリありがとう。今日も9時になるのめっちゃ待ってた。待ってくれてありがとう。待ってくれて。ヤシーさん結婚してありがとう。やだけど考えたくね。ハイバネさん、コウモリありがとう。ツンちゃん、コウモリありがとう。クロリンパさん、かわいいありがとう。やば、あ、でかい。ひょくちゃんさん、かわいいありがとう。くるくるのランダムも写真コンボできた。お、生写真おめでとう。さすがくるくる推しなだけある。テトリスさん、コウモリありがとう。シンゴさん、かわいいありがとう。トンチャーさん、かわいいありがとう。金曜日に広島入りするから準備するんだけど、久々にくるくるの地を見て嬉しい。ちょっと楽しみですね。もうちょっと緊張する。ワイリンガルさん、かわいいありがとう。豪快だったよ。風邪ひかないように気をつけます。でもね、そう、踊ってたらね暑いんだよね、長袖は。だからどうしたらいいのかな。着替えるか。道夫さん、ハートありがとう。かんちゃんさん、かぼちゃありがとう。ルーチーさん、コウモリありがとう。くしゃみかわいい。私のさっきの豪快くしゃみがかわいいだなんて、ありがとう、ありがとう。家で踊ってるときは半袖で、家で踊るときはね、私パジャマで踊ってる。パジャマだからモコモコかな。でもすごい暑い。暑いのにそのまま踊る。なめなめさん、かわいいありがとう。でもね、汗かかないからいい。すごい汗かかないから、その着替える必要がないんだよね。しまじろうさん、レインボースターありがとう。最近のまま目のシャメ、かわいいより美人になってきてますな。嬉しい。美人要素もちょっと入れていきたいと思っています。美人要素もくるくる真似して朝5時までミニ、これなんて読むんだろう。見たよ、ハッシュタグ。確かに気づいたら5時だった。いや、なんか集中じゃない、熱中とかしてたらもう気づいたら5時になってるよね。で寝る時間がいいね。あずみのもももに美女2人の写真が、お、あずみのモバイルメール撮って、あずみん今日撮った、私と写真撮ったわ。あずみんモバイルメール載せてくれてる、やっぱり嬉しい嬉しい。くるくる、その格好で寒くないの。今はね、踊って帰ってきた後だから全然余裕なんだよね。余裕のよっちゃん、モバメのくるくるの美女ガチ好きすぎてやばい。
美術もっと上げていきたいと思います。赤を消して、みちおさんかわいい、ありがとう、いっぱいありがとう、かわいい、山さんハートありがとう。ちょっとさ、なんかさ、なんか私まあオタクじゃん私、だからあの生写真とかさ、まあ、でも最大で買ったのでも7セットだけど、7セットとか買ってなんか開封とかめっちゃしてたの。最近その大園桃子さんが卒業してこう生写真とか買う機会も減って買えてないから、ちょっとなんか久しぶりに買いたいな、開封楽しいからしたいなと思ってなんか買っちゃおうか迷ってる。乃木坂さんと STU も次の11月分が出たら買いたいなと思ってる。何セットかちょっとワクワクしたい。もともと整ってるから美人、いや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 、七千鶴さんハートありがとう、山さんハートありがとう、もっくんかわいいありがとう。家で踊るときどこで踊るの？なんかね、夜になったらガラス窓が全身鏡みたいになるから、それで踊ってるか、全く何も見ずにリビングで踊ってる。30日までに前髪切る、切る、ちゃんとねビジュアルは整えてお きたい。綱親さん猫ありがとう。安住のももめの取らないとか可愛いくるくる見逃してしまう。いや大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、釣られちゃう心配があるので。綱親さん結婚してありがとう、やだけど考えとくね。花束もありがとう、可愛いとハートもありがとう。そう、開封楽しいよね、だからちょっと買いたいなと思って。マジでどの写真も好きで、好きすぎてやばい、生写真化してほしい。嬉しい、ぜひしたい、勝手に売りたい。ね、 STU の生写真で開封配信面白そうだよね。え、 STU のグッズなら出して OK なんだっけ。ちょっとやってみようかな。津田まゆさんハートありがとう。乃木坂いいやん、ロックやん、好きというのはロックだぜ。今販売してるスキロックの衣装の写真が可愛いよ。そうなんよ、私それその好きというのはロックだぜの衣装が可愛すぎて、それを欲しいと思ったんだけど迷ってるの、めっちゃ迷ってて、松尾美優さんの出るかな。でも私絶対買ったら斉藤飛鳥さん出るんだよね。あと STU のはもう私はね、次の11月に出るのがどんな衣装か知ってるんですけど。まあ言えないけど。ん？次11月だよね。あれか。あれか。え、STU で言えばもらえる？あ、確かに。確かにね。もらえるならね。トンちゃんさん、コウモリありがとう。あ、ミニ四駆って読むのか。ミニ四駆。夜にビルのガラスで踊ってる人よく見る。え？じゃあさ、私もさ、見えてるのかな？他の人から。だったら恥ずかしいよ。てか待って。あれ面白かったんだけど。コラージュ。信頼と実績のコラージュ。めっちゃ面白かった。クリボーさん、コウモリありがとう。外から丸見え、やばい。研究成功のレッスン頑張って、ありがとう。空白とメールで言ってたけど、もう夕飯食べたの？食べた。もうさっき帰ったばかりなんだけどね、一瞬で食べた。ガパオライス美味しかった。あとシチューが残ってるからこの後シチュー飲む。こちら初見ありがとうございます。あ、フォローもありがとう。くるくるのチェキも欲しいし、欲しいもの多いの。嬉しい、もうくるくるのすべてを。おしるしさん、かぼちゃありがとう。あ、職場からこんばんは。こんばんは、頑張ってね、頑張って。みちおさん、芋ありがとう。おしじしさん、かわいい、ありがとう。そう、ゴスロリ
そうゴスロリさ、ちょっとなんか自分がなんか私ゴスロリ似合ってる？なんか自分で似合ってないなって思うんだけどさ似合ってるかなゴスロリ、どうなんだろう。でもさちょっと STU の買うときは一期生さん、ドラさんさん、ドラさんさん二期生さん研究生だから2セットずつとかかな、3セットずつ、いや9になっちゃう、2466 2 2 2 2 2 3。おっかさんこんまりありがとう、お互いに頑張っていきましょう、頑張ろうね、頑張ろう。けんちゃんさんこんまりありがとう。松尾さん松尾さん言ってると大殿さんどこかで見てるかもよ。いや見てないですよ私のことなんて見てないですよ。でも桃子さんが一番なので。まちゃんさんこんまりありがとう、山さんかわいいありがとう、柏木まさきさんこんまりありがとう。ガパオライスってどんなの？なんかね、肉と普通ピーマンの具材にの上に卵がの卵の目玉焼きが乗ってるやつ、合ってるかな、合ってるかな。あ、うちもシチュー、あ、奇遇ですね、美味しいよね、シチューガパオライス一昨日食べた。お、みんな結構胃のエアドローしてる。スケモンさんバラありがとう、ムニエルさんペンライトありがとう。あ、私のお母さんが作ってくれたガパオライスは辛くなかった。辛いのもあるのか。ムニエルさんカオマリありがとう、アクスタ届けました、マグカップは別で。おアクスタぜひねハッシュタグで出してお仕事頑張ります、一緒にお仕事頑張りましょう、お仕事お仕事。けんちゃんさんコウモリありがとう、姿鏡買うのは必要経費、確かに。でもなんかさ姿鏡なんかすごい怖いんだよね、なんか幽霊が勝手に幽霊が勝手な想像で。でも確かに姿鏡の方がな似合ってる、本当に嬉しい。何着てる、もうくるくる可愛い、本当に。クロサギの他に赤サギっておるの知ってた？クロサギしか知らん。クロサギの中にさ赤サギ出てきたよね。クロサギが詐欺師を騙す詐欺師だよね。私昔のやつを見ててクロサギ、ちょっともう一回見たくなってきた。クロサギ、赤サギわかんないな。シチューでご飯は食べられますか？ご飯、食べたことない、食べてみようかなこの後。あ、でもちょっとご飯食べたからなくるくるタコライスは食べたことある？タコライスある、ある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 、タコライス美味しい。いや食べ物って基本も何でも美味しい。最後レモンかけるとさっぱりして美味しい。あー確かにレモンいいな、さっぱりさっぱりレモンかければよかった、食べちゃった紫のフラペチーノ美味しかったよ。飲んだ？美味しいよねあれ。もうスタバ疲れたら飲みたくなる。もう今日みたいにレッスンとか長かったら帰りスタバ飲みたいってなっちゃうけど控えめで。シンゴさんハッピーハロウィンありがとう。ハッピーハッピーハロウィン。ケンケンさんコウモリありがとう。シンゴさんカボチャありがとう。生写真の開封終了しました。両通メッセージ入り出ました。DD なのがバレてますよ。天の神様も DD っていうこと見てるんですよ。成田さん、コウモリ、ありがとう。かぼちゃ持ってるのが特に可愛かった。ハロウィンの、ゴスロリ？ゴスロリの生写真、自分もあの4枚の中だったら、かぼちゃ持ってるやつかもしれない。そう、姿鏡怖い。あ、合わせ鏡が怖いのか。鏡よ鏡、世界で一番可愛いのは誰？くるくるですガパオライスでキーマカレーの辛くないやつって認識？あ、そんな感じ。でもなんかキーマカレーの辛くなくて水分がない感じ、ほぼ肉って感じ、そぼろみたいな。
赤サギ、なんだ赤サギのあの答え合わせ赤サギの答え合わせ。スタバ11月はイチゴってもう聞いた？聞いた。今日アズミンとリュウツンが見てて美味しそうって同時に言ってたよ。私も飲みたい。あれー2日連続でスタバにくるくるなく例えました。すごい2日連続いいなぁ、いいなぁ。夜勤中にくるくる成分補充しに行きました。愛してる。あ、ありがとう。お疲れ様。嬉しい。キラリン。今日みたいにレッスンで疲れた日は臨時チートデイ作っていい？臨時チートデイ。いやでも話す、今日は頑張ったんだから食べていいよってみんなで言う。でも色恋詐欺師？なるほどね。色恋詐欺師こういうことじゃろ？ちょっと私のとこに来ないみたいなことじゃろ？色恋詐欺師。中村さんコウモリありがとう。なんか他にあるのかな？赤詐欺、黄色詐欺みたいな紫詐あるんかな？赤詐欺、赤詐欺、テクマクマヤコンって知ってたらバイオリン、わかんない。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、姿見の前でコロがずっと吠えたらいるかも。いや、いるよ。犬は見えますからね。ランダム邪魔地震でくるくる出なかったら暴れてやる。まだ開封してないんですね。いや、もう出るように祈っておくのきっと出ます。慎吾さんコウモリありがとう。あ、くるくる読めると星になってる。あ、読めるよ、おつぼねえ、合ってる？ちょっと自慢げに言った、ちょっと合ってなかった、どうしよう。美人に曲おつぼね、あれ違うわ、違うわ、違う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 、つつもたせ、つつもたせ、おつぼねとか言ってつつもたせ、え、わかったつつもたせ、つつもたせあ、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、おつぼね恥ずかしい恥ずかしい。今日もあずみんと手をつないで帰った？帰ったよ、あずみんと手をつないだよ。どう？みんな嫉妬しちゃう？あ、ワカサギってなんだっけ、美味しいよね、ワカサギ。待って、なんだっけ、ワカサギ食べたことあるぞ。謎のハニートラップいただきました。もう見てる感じ2ヶ月前くらいの薬指の深爪良くなってる。大丈夫、中指じゃないよ、ちゃんと大丈夫、治った、ありがとう、心配、覚えてくれて。深爪治った、ちゃんと。さすがくるくる、つつもたせです。あ、恥ずかしい、つつもたせね。意味はちょっとあんまよく分かってない。研究生4人のメッセージ入り写真が揃ってしまった。え、すごい、めっちゃ買ってくださってるってことかな。えー、すごい。え、あの研究生のさ特設サイト、あ、今日特設サイトで動画更新されてます、ぜひ見てみてください。何の企画だったか合ってるよね、出てるよね、不安になった、出てる出てる。あの特設サイトの月のメッセージカード、あれ見てますか、ちゃんと。二人はラブラブ、そう、二人はプリキュアみたいな感じ、二人はラブラブ。島次郎さんかわいい、ありがとう。中指じゃないけどドキッとするドキッとするよね、これは。でもこう中指って使え、なんかダンスとかで使うんだよね、使うっていうか、そのダンスの先生がこうリズムのバランスを取るときはこう中指、僕は中指を使ってリズムを取るみたいな。それは人それぞれ違うんだけど、中指がやりやすいみたいな、こうヒュンヒュンっていうのが挑発されて、挑発してないよ。
この後見てみる、確認する。あ、ありがとう。え、ちょっと出てるかちょっと不安になったので不安なんですけど、どうします？出てなかったらどうします？気まずい気まずい気まずい。ワカサギは湖の氷に穴開けて釣る魚、例外もある。あー、待って、じゃあわかる、やっぱ魚だよね、ワカサギ。なんかワカメ系かと魚だよね、合ってた合ってた。お、マイカーさんの動画公開されてた。お、よかったよかった、間違いじゃなかった。出てるよね出てるよね。トムさんコウモリありがとう、ヤマさんコウモリありがとう。ぜひね見てみてください、面白い動画だと思います。あと自然体な気がする、わかんないけど。くるくるかわいいの、ワイがいいの、珍しい珍しい、いただきました、ありがとうございます。かわいい。くるくるハロー、仕事終わった、お疲れ様、お仕事お疲れ様です。トタミチさんハートありがとう。あ、ワカサギの天ぷら聞いたことあるな、ワカサギの天ぷら。シラモに当てる、ありがとう。さっきホツ足星集めしてたら全然知らない方に100回訪問ありがとうって言われ、少し後ろめたさを感じしまった確かに後ろめた、あの星集めで100回訪問しちゃったのか、確かに。でも星集め私のためにありがとう。星集めしてたら借り合いの長尾さんから、あ、長尾リオちゃん会いたい。ちょっとあんまりでもめっちゃ接点があるわけじゃないけど、クラスが一緒で話したこともあるので会いたい。オーディオさんコウモリありがとう。あ、ワカサギ釣り聞いたことあるわ。トトミチさんコウモリありがとう。トンちゃんさんコウモリありがとう。でちょっとさ、今日の夜さ、生写真、生写真じゃないお話し会のさ、こらこら、あのなんだっけ、なんていうんだっけ、お話し会のさ、あの作ろうと思うんじゃけどさ、写真、この前作ってたやつみたいな、なんかどういうテーマがいいと思うっていうのを聞こうと思って、お話し会の1回目はあの水色っぽいチェックだったやつで、2回目は手書きだった、次は何がいいと思う？ワカサギはシシャモみたいな小さな魚です。あ、私シシャモ好き、シシャモ食べた、食べたくなってきた、あのお腹の部分が美味しい。うちはギリ完成だぜ、週末持っていこう、ありがとう、楽しみ楽しみ。うちは嬉しい、うちはうちはうちは嬉しい、うちはうちは嬉しいよ。そう、コラージュ作ろうと思って、いや体操着じゃないよ、体操着じゃない、話したいことあったから帰ってきた。なんだ気になるぞ、なんだなんだ。くるくる今日もめっちゃ可愛い、あ、聞いてた、めっちゃ可愛いタマ、あ、毎日ありがとうございます、驚きの顔、かしゃ、めっちゃ可愛い、ありがとう、こんな顔なっちゃうめっちゃ可愛いタマ、ありがとうございます。楽しみです、集団、集団オービット、楽しみ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 。花だれのアーカイブ見直しする前にマスカレードナイトの映画 Amazon プライムで見た、面白かった、あれ面白いよ、マスカレードナイト面白いよね、可愛いし、長澤まさみさん、ありがとい、ありがとい、です。仕事で疲れても可愛いくるくる見たら元気になる、癒されるよ、よかった、もうどんどん癒しちゃうぞ。シャモ美味しい、手書き好き、いや手書きいいよね、手書き白っぽい、あ間違えた、冬っぽい白とかサンタっぽい赤、あー確かに、あー確かにあ、そうだよね、クリスマス近いし、確かに確かに、手書き白っぽ、白とか赤っぽとか、ワカサギはクロサギの親戚そうだね、ワカサギはクロサギの親戚、ワカ年齢詐欺ってこと、若詐欺
若い詐欺。 T シャツ寒くないかな、大丈夫今んとこ。ちょっとねまだポカポカしてる。今日瀬戸内 PR 舞台のランダムアクリルカード届いて3個中、うん、5個中3個サーヤンさんが出た。すごいこれ、それはサーヤンさんからの愛の支え。いいね、いいな。おー、11月は背景紅葉で12月はクリスマス用。確かにその季節による季節感を出していくのありだな。半袖とか元気やな。ちなみに家は16度です。え、寒っ、16度寒っ。ちょっとまだ半袖は寒いけど、寒いけど週末は広島城で食フェスがあるから車でくるくる方はくるくるって、このくるくるってことか。くるくる方は駐車場混むから気をつけて。ありがとう、優しい。気をつけてください。長尾りおちゃんもくるくるに会いたい、だって研究生コム見たいとのこと。え、嬉しい嬉しいなニヤ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 しちゃう。山さんかぼちゃありがとう。25日のお話会ちょっとだけ増やしてたよ。ありがとう、嬉しい。なんだこのポーズ、嬉しい。かぼちゃのポーズ嬉しい。サンタクルクルちゃんと会いに来てね。でほぼ彼女になって、サヤンさんのアクリカードルクルクルにあげたよ。本当に、では今度こそ仕事参ります。頑張ってね、頑張ってね。お仕事今日もゼロかわいいでいい、3かわいい。今日は3かわいいお願い。宣伝にオーディションの時の画像は使ったらあかんとかある？え、ないと思う。え、わかんない。確かにありかな。ナバイチさんコウモリありがとう。昨日は寝落ちしました。結局私の配信で寝落ちしてるんですよ。これは私のことが好きってことですね一緒に紅葉に行こうよって入れいいよ、入れとくわ。じゃあ面白い、一緒に紅葉見に行こうよ、紅葉見に行こうよ。 50A さん紅葉見に行こうよ。とんちゃんさん今ありがとう。じゃあやっぱ手書きいいよね。紅葉見に行こうよ、自分で絵描いちゃおうかな。昨日は出落ちしました。空を自由に飛びたいな。あ、タケコプター。航空力学から学びます、極楽丸本当にすごい、こんなに毎日名前を変えて長文、すごすぎる天才。4時間目一発ギャグのために1枚取ろうかな。え、ぜひいいですよ。あのどんな一発ギャグもちゃんと笑いますよ前回もあの笑ってますよちゃんとクラリンパさんかわいい、ありがとう。お腹鳴ったわ。クルクルの配信見てたら癒されて眠くなる。嬉しい。でもやっぱ声が優しいのかな、優しい声でおしゃべりしますコントレイルさん、コウモリありがとう。動物と食べ物の画像を貼れば視聴率は取れる。あ、なるほど、こう戦略でいきますね。コロちゃんのせいかな、コロちゃん。くるくる宇宙一かわいいよ、ありがとう。ちゃんと今日はかわいいいただきました。かわりくらさん、かぼちゃありがとう。フォルダからおじちゃんの時の写真探そうとしたけど、くるくるの写真何千枚撮ってたね。写真見てるとね、ちょっと頭痛くなっちゃうしね。もうめっちゃ遡る。オーディションの時っていつだろう、2001年前、ちょうど1年前じゃない。山さんかぼちゃありがとう。トラさんかわりありがとう。この前 Y の一発ギャグでサヤンさんがめっちゃ受けてくれたんか私も一発ギャグやろうかな。負けませんよ
紅葉見に行こうよ。サヤンさん、私と一緒に紅葉見に行こうよ。てたら笑ってくれるかな。ダメか、足ダメだった、ダメだった、ありきたりすぎるか、ちょっと。最近モバメのクロクロの写真を見ながら寝るのが日課。じゃあもう絶対それはいずれか夢に出てきますよ、私が。嬉しい。あの何百何千回と見てあげてください、私の写真を。何千回と。トンチャーさん、かぼちゃありがとう。あと3日でクロクロ初めてしてから1年になる。そう、覚えてるの、あと3日、すごい。なんかさ、アプリあるよね、押して 何日目みたいな、入れてたわ、大園桃子さんで、好きになって何日目みたいな。あ、鼻かゆ。25日の4時間目って今年最後の話し会なんで、もう少し増やそうかな。本当に、確かに25最後か、もう1年の締めくくりみたいな、私に、私と2022年最後、私と話したいことみんなあるんじゃない。嬉しい、ありがとう。もうね、嬉しいです本当に。ともちさん、コウモリありがとう。まさのりさん、コウモリありがとう。コウモリ、コウモリ、もみじだけに帰れって言われるかも。笑いませんよ。笑いませんよ。今日も寝落ちしていい？ダメー、ダメー。例えばどんなこと話せばいい？もう本当に今年1年はくるくるしか考えられなくて、もうくるくるが一番でした。来年もよろしくお願いします。絶対に他の子に目移りしませんという宣言でもあり、きっと来年も、来年の年末もくるくると話しに来るよっていうのを宣言でもあり、自分は明日で推し登録して50日だ、まだまだ、いやいやいや、え、推し登録してくれてるの嬉しい。50日、50日記念日だね。今日は49日記念日、全部記念日できる。ダメー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 。え、言うなよ言うなよ、これは振りですね。12月25日、あれ、彼女と一緒じゃないの。彼女とデートじゃないの、言っちゃった。くるくるモバメに、くるくるモバメに変身しないと一日が終わらないかな。え、でもあの、最近届いたんですけど、メールの返信が、マネージャーさんから本当にたくさん返信してくださって嬉しかった。ありがとう山さん、ありがとう。成田さん、レインボースターありがとう。いつも正月、お正月すぐ生お話があるけど来年はなさそう。確かに、あ、毎年近くにあるのか。今年はないかな。まあ単押し宣言じゃなくても、まあ来年もくるくるのことも見ますねとかでもありだと思うよ。くるくるのことも見ますねみたいな。けいちゃんさん、くまありがとう。レインボースターもありがとう。明日予約必須並べ、七夕のやついける。お、一押しガチャか。
もうくるくるの全てのカードをゲットし、ゲットスクショタイムしよう。あ、1月10日ぐらい、いつもあった結構早いね。1月10日ぐらい、あー、じゃあどうなのかな。たましさんは継続宣言、そうだね、継続宣言がいいね。ぜひしに来てねよし、スクショタイム。来年もクロクロにはツンデレできます。ツンデレか今日もよく伸びてるそう、めっちゃ伸びる、やばい。年末年始は配信はまだ決まってないかもしれないけど、配信予定ある？え、そ、あの、わかんない、予定はわかんないけど、多分ね、毎日配信できると思う。毎年家族で旅行行くのが日課なんだけど、日課じゃない、なんか毎年年末行くんだけど、多分今年はね、ない気がする。このまま花だれ再販また来る。確かにそうなのかな。確かに2回目。けいちゃんさん可愛い、ありがとう。くるくるポーズ。くる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 、来るんじゃないかいポーズ。来るじゃないんかい。あざとかわいい、見事に釣られました。初日の出見たことない、見てみよう。初日の出出港。なんだか全部キュンとする。よし、誕生読みます。誕生読みます。アーカイブ見直してました。何にでも使える。来るじゃないんかい来るじゃないんかい。何にでも使えるのかなあれさあ、使えてたのかな。目が回っちゃった、目が回っちゃった。あれ気まずいんだよね、目が回っちゃった。13位、ピンクのトトロさん、ありがとう。13位ピンクのトトロさん、ありがとう。12位こぼれいくらさん、ありがとう。12位こぼれいくらさん、ありがとう。11位とどみちさん、ありがとう。11位とどみちさん、ありがとう。10位成田さん、ありがとう。10位成田さん、ありがとう。9位とんちゃんさん、ありがとう。9位とんちゃんさん、ありがとう。8位ムニエルさん、ありがとう。8位ムニエルさん、ありがとう。7位つのまよさん、ありがとう。7位つのまよさん、ありがとう。6位けいちゃんさん、ありがとう。6位けいちゃんさん、ありがとう。5位やまさん、ありがとう。5位やまさん、ありがとう。くるくるに酔っちゃった、もうどんどん酔っちゃってください。一生もう酔いは冷めませんよ。4位なかむーさん、ありがとう。4位なかむーさん、ありがとう。3位しんごさん、ありがとう。3位しんごさん、ありがとう。2位みちおさん、ありがとう。2位みちおさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 タン、遠いさん、ありがとう。ありがとうい。
めっちゃ可愛いもん。ありがとう。今日もめっちゃ可愛い。本当に本当にありがとうございました。今日もありがとう。可愛かった。こちらこそありがとう。今日も銀河一可愛かったです。あ、ありがとうございます。銀河一、銀河一、銀河一、お、優勝ありがとう今日も笑顔ありがとう。癒されて。こちらこそありがとうございます。ありがとうも、ありがとう。今日も可愛いから癒されてるよ。ありがとう。こちらこそありがとう。初日の出見たことないの。頭にワックスかけるからちょっと待っててねあ、その初日の出も見たいですね美しい初日の出、少しでも見られてよかった。ありがとう。それではお話し会の第二次受付、今回の再販の受付がね、11月申し込めるのが今回が最後なので、ぜひ4時間目くるくるに会いに来てね。そして12月25日も4時間目が空いてるので、ほぼ彼女はなりませんかということで、ぜひ2人きりでお話しましょう。明日の1時までです。待ってます。仕事終わりにくるくる配信が定番になりました。ありがとう。これからも毎日見てねそれではおやすみなさい。そうだね、最速に会いたいのか年末最後に会いたいのかの2択、どっちでもありけいちゃんさんかわいい、ありがとう。